皆さんこんこにちは黒サッカー選手の鈴木大輔です、えっと、今回の動画はですね僕がセンターバックをしているというのもあり、海外の素晴らしいセンターバックたちの動きを、まあ、ちょっと自分も勉強したいのもあって、分析していこうかなと思ってます。でえっと、早速、ですね今回はプレミアリーグ第30節、先日行われたですねマンチェスターシティ対レスターシティ戦のマンチェスターシティの2センターバックの動き、ここすごいなと思ったところを僕なりに分析しようかなと思ってます。 早速ですね、えっと、マンチェスター・シティ対レスター・シティ、えー、ちょっと分析してみようかなといこうかなと思いますけどとこっちが、えー、レスター・シティこっちがマンチェスター・シティこんな、えー、フォーメーションになってて、えー、こっちのマンチェスター・シティの右のセンターバックがルベン・ディアスっていうポルトガルの23歳若い選手ですね、えー、今年途中、えー、ベンフィカから加入した選手で、えー、っと左のセンターバックがラポルト、えー、左利きのセンターバック。 でこの2センターバックの動きがちょっと素晴らしいなと思ったところを解説していこうかなと思います。で、えっと、レスターシティは、えっと、3と5五2まあこんな感じで三五二のシステムでこの守備時には、えー、両ウィングバックが落ちて5三3 2でブロックを作るような形。まあえっとマンチェスターシティは、えー、ボールをすごい握るのが上手なチームなのでどのチームもこうやってブロック作って、えー、守備はするんですけど。 えーまあ、レッサーシティは、えー、このような感じで守備をしてましたそれに対してマンチェスターシティは4 5 1みたいな感じですね4 5 1中盤、えー、真ん中3枚で、えー、両サイドフォーバックっていう感じで、えー、攻めてましたでここでの、えーまあそうですね、まずあのビルドアップですねセンターバックからビルドアップは始まるって言いますけど、まあ、ビルドアップの定義っていうのは、えーとまあ、ハーフウェイラインを超える、まあ、別にロングボールでセカンドボール拾ってハーフウェイラインを超えてもそれはビルドアップ成立っていうのは 言えるとは思うんですけど、まあ、ペップ・グアルディオラ監督は、えー、ポゼッション主体でそのハーフウェイラインを自分たちがボールを持ちながら超えるっていうところを美学にしてやっているのでそれで言うとセンンターーバックが最初のこののここフォワードのラインを超えるというところはすすごく大事になってきますでちょっと,、えー、と分かりやすいようにボードを動かしていこうかなと思いますけど、まあ、ちょっとセンターバックに特化するので、えー、ちょっと切り取って。 やっていこうかなと思います、えー、これがディアス選手ラポルト選手でサイドバックの選手がここにいてまあボランチぐらいまでかなボランチがここにいてとで、えー、こういう形になってハーフエーラインが大体まあこのぐらいにあるとこのぐらいにあってまあもうちょっとこうブロック作ってこんな感じかなこんなこんな感じだと思いますでここのラインはやっぱ超える っていうのがチームとしてセンターバックに課された役割なんですねなので、えー、とマンチェスターシティはどうしたかというと常にこのディアス選手がディアスがこのツートップの真ん中を取ってましたとでサイドバックちょっと高い位置に行かせてラポルトがここちょっとボランチはこの選手気にさせながら、まあ、ここにデブライネがこうやって間で受けようとしてますでサイドバックの選手が,選手がちょっと内側で この位置でチームとしての狙いは多分この中盤3枚なので横のスペースと前のスペースここのスペースが空いてるんですよこのサイドバックは、えっと、このサイドの選手が割と張って気にしてるのであんまり前には出てこれないっていうのを、まあ、想定して、まあ、ちょっとフォワードこの辺にいるとして想定するとこのスペースが空いてると。 でこのスペースを取りに行きたいこのススペースを取るためにどうしたかというとセンターバックのディアス右のセンターバックのディアス選手ラポルト選手がここにいるとこのツートップのプレッシャーをそのまま受けてしまうのでディアス選手が真ん中に入るラポルト選手がこのスペースを取りに行くためにちょっと高い位置を取るっていうのがやってましたディアス選手、まあ、ラポルト選手もベ、えー、ルトアップ能力すごい高いんですけどディアス選手が、えー、シティに加入したことによって守備も攻撃も安定したっていうのは僕はちょっと思っててで何がすごいかっていうと 多分このツートップに対して3枚のラインを作るっていうのは結構やると思うんですけどこれやるときにツートップが結構こうやって前半なんかは頑張ると頑張ったらなかなかこのラインを超えられなくて結局この3人で回してるだけっていうのが多いんですけど特にレスターはここ走力があるんで結構頑張れるだけどディアス選手が何がすごいかっていうとスペースを見つける能力がすごい高いなって思うんですねであの基本的に足元の技術はもうあるのはもうこれは大前提 で止めててるっいいうのは素晴らしいんですけど例えばここからボールを間に立って受けた時にここのスライドが速かったらもうっこっちにそのまま出すんじゃなくてこれでここからボールが下がった時にもちろんフォワードもスライドしてきますでこのままこうやってパスを流すんじゃなくて。 ちちょっっとこっちをフォワードが寄ってきたなと思ったらこっちに出さないようにもう一回こっちを使うっていうこの全体のスペースが見えてるこの道筋がここどっちを使うのかっていうのが見えてるその能力と止めてちょっとスペースに出してあげるっていう蹴るトラップからパスのスピードもそうだしボールスピードも前のスペースに侵入させるためのパスっていうのがまあすごいうまいから何からその空間認知がどこのスペースが空いてるかっていうのをここの後ろから判断して。 でそれに、えー、伴ううう技術ががあるっていうとといいいころがすごい素晴らしいかなと思うプラスこうやってボール持ってる時に例えばこういう形になってサイドちょっと切りながらプレッシャーかけてきたってなってもここにつけれたりとかちょっとこうやってボランチ切りながらだけどこの選手が右足切りながらプレッシャーかけたとしてもこういうとこつけてこっちに逃がしてあげるとか。 要はプレッシャーかかっても中盤の選手まで見えてるからポポンポーンっていうに逃げ道も持ってるんですね逃げ道も持ってるしここで引いててブロック作ってこの選手にもすぐプレッシャー来られるっていうこの前でツートップがすごい頑張れてる時間帯でもここポーンって飛ばしてちょっとこのスライドが間に合ってなかったりしたら5バックでもロングボール通しに来るっていう。 このだろうな3つ4つぐらい手を持ってるからそのロングボールを通されることによってこの2フォワードはあまり前に出れなくなくるでその時にこう前進させるスペースも見えてるからパスも出せるっていうようなところがまず大前提として素晴らしいところです。っていうのを踏まえて、えっと、前半10分のシーンなんですけど「t h e z なんかで見れる人は。 あのー、映像確認してほしいななんて思うんですけど10分のシーン10分過ぎかなシーンで何が起こったかというとラポルト選手がここでボールを持ってこうなってますでちょっと同じぐらいのラインまあちょっと内側でここの右サイドバックの選手がここのスペースを、えー、取りに行こうとしてでラポルト選手からバックパスが来ましたで、えー、と相手のフォワードの選手がこういうふうにプレッシャーかけてきました これちょっと相手もここのスペースが怖いなっていうの分かってるんでちょ若干外切りながらここプレッシャーかけるんですね若干外切りながらってかけることによってこのパスカットできるよっていうのをアピールしたいというか、まあ、狙いたいから、まあ、若干外切りながらこう来ましたでってところでこのディアス選手は前にドリブルで仕掛けるんですねでこれ前にドリブルで仕掛けることによってここでカットされたら1点というすごいリスキーな。 前にこ,この辺を覗きながら仕掛けることによってこのフォワードの選手にこっちを意識させるあとここでパスカットできるかもしれないっていうこのプレッシャーをこうプレッシャー濃いっていうドリブルをするんですね引きつけるようなドリブルまあ運ぶドリブルって言われるんですけど大体運ぶドリブルをセンターバックがする時ってこういう位置からかけられた時にこういうふうに運んでいくっていうのが。 まあ、セオリーととしてあると思うんですけどディア選手これこのまま仕掛けますでこのまますこの仕掛けてここ食いついたところでこの選手に出します最初レスターの選手はここで待ってこのパスをここカットできたらいいなって思ってたと思うんですけどここでちょっと仕掛けられたことによってあちょっとこれ引っ掛けたらいけるかもっていうふうに多分思ったと思うんですねで思ったと思うからちょっとスピード上げてここ来ちゃったんですよ。でスピード上げてててたのを待ってて スピード上げてプレッシャーかけにきたときに横に出せばこの選手サイドバック内側のこのスペース取ってるんでここに出したときに完全この選手置き去りですねもしここで我慢してたらこれパス出てからちょっと頑張ってあげれるけどここプレッシャーいったことによってこの選手がドフリーになるとこれドフリーになることによってここちょっと運んだらこの選手どうしようかなここ行こうかなこの選手ちょっと行こうかな ってていいう,うに迷がが生生じじ全部あの後からズレが生じてくるんで,でマンチェスターシティの選手のクオリティがあれば、えー、崩しにいけるという、えー、なんだろうなすごくリスクはあるけどいろんなこのワンライン最初のフォワードのラインを超えるためにロングボールある中盤につけるパスあるスペース見えてる自分で仕掛けるのもあるで自分で仕掛けてスペースを自ら作り出せるっていう。 これをやられたら確かに前からプレッシャーはかけられないなっていうのを思ったのでこのルベン・ディアス選手がビルドアップのスタートとしてこれものすごい強心臓で技術があるプレーをしているなと思ったのでこのプレーをちょっと取り上げようかなと思いましたので前半10分ちょっと見れる人はあの何でもないプレーに見えるんですけどあ、まあ、こういう意図がありましたっていうのをちょっとぜひ見ていただけたらなと思います。子たたちにアドバイスするとしたら、 まあ確かなキックの技術っていうのはすごい大事なんだけど、えー、とセンターバックビルドアップする上で一番大切なのって相手のプレッシャーに対してどこが空いてるんだろうかっていうのを一瞬で判断する能力だからこれボードでこうやって説明したら例えばこうやってレスターがプレッシャーかけてますまあ後ろスペースないなどこスペース空いてるって多分ね子供たちに聞いたら、うん、この辺ってなると思うんですよこの辺スペース空いてるから。だからそれを 平面でえっと見れる能力っていうのをやっぱりあの身につけるのが多分すごい大切でそれってもう経験だからいろんな相手のプレッシャーに対してじゃあここのスペースが合いつだなっていうのを繰り返してやるのとそれと技術っていうのが2つセットであればあのビルドアップ能力っていうのは上がると思うしまあルベンディアスの今僕が言ったこうやって仕掛けるっていうのは結構リスキーなチャレンジだから。 そういういプレーもね、まあ、大事ではあるけどでもまずはどこのスペースが空いてて誰にパスをつけてあげてでそのパスがちょっとスペースなのか足元なのかっていうのを意識するっていうのができれば、まあ、すごいビューアップ能力っていうのは上がると思うし、うん、そこが大切かなと思います。